るので見たいゼロでビハインド、これはもうさすがにワイも途中で帰ったことはあんまりないんやけど今日はあかんかなと思ったところ、8回2アウト1塁から佐藤輝さんが打席に入ります。ホームランを期待するところですが、どうなったでしょう。のビッグマウンテンさんが打席です。はい、またまた相手のミス、佐藤輝さんもナイスランでございました。これでなんと日本のエースから同点に追いつきます。こっちゃいこっちゃ。はい、これで、このまま延長に入り11回の表を迎えます。11回の表は佐藤輝さんからの攻撃、勝ち越しのホームランを狙いたいところです。さあ、はい、ナイスバッティング。さっきは得点につながる打撃を見せてくれましたが、ここでですね、出塁をして、ダイソーに熊谷君が出てきたということです。この熊谷君に変えておいたのが後々いきます。こうなります。ちょうどとこで売り子さんが、まあ、お仕事なんでね、仕方ないですね。しかしこれで1点リード。さらにこの後チャンスを迎えますが、得点はできず3対2、1点差で11回の裏を迎えます。そして2アウト1塁3塁の大ピンチ。さあ、はい、ナイスプレーでございました。今日の勝ちはですね、いろいろ熊谷くんが目立ったりとか、佐藤輝さんがよく打ったりとかあったんですけれども、決めてあげたいのは、負けてた時に出てきたピッチャー2対0のままこのリードを広げずにですね、梶谷さん、渡辺さん、石井大地くん、この3人がですね、しっかりと投げてくれたおかげで追いつけたと思います。あと熊谷くんの走塁を注目されがちなんですが、最後のこのプレーですね、これ見てください。素晴らしい。今阪神のサードを守れるのは大山さん、佐藤輝さん、あと山本さん、糸原さんなどなどですね、いますが、これ多分熊谷くんじゃなかったら、このまま点を取られてですね、相手の攻撃が続くという状態だったのを、この見事なプレーで、一切無駄のないプレーで、アウトにしてくれて試合終了というところになりました。もう一回見てみましょう。なあ、甲骨はこれうまいわ。でもですね、今日のゲームは相手のミスで3点もらいました。今日の11回の表ももうちょっと点取れたんじゃないかなと思うんですけど、しっかりと攻撃をして勝ちましょう。トラホー、わははははは。